振り返りください。じゃあストーン、はい、行きます。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。はい、行きます。お願いします。ありがとうございます。あのリナッスっていうあの本当に素な感じなのと元気いっぱいの挨拶をかけてリナッスにしました。私が見たところ恋人というよりちょっとあのお正月に帰ってきた甥っ子みたいななんだろう、すごい元気いっぱいで、あの本当になんかめっちゃ自分的には普段のリナだなっていう感じの出来上がりになってました今年あの実はというか、あの正真正銘の二十歳になるのでそうなんです。ずっと小学生の頃からやってるんですけど、もう二十歳になっちゃうので、今年こそあの自分 の, あの自宅を、自宅っていうかあの二人暮らししてるお家をあの整理整頓したい片付けられないもんな。いや、片付けようと思えば片付けられるんですけど、一週間ぐらい片付けウィークって思わないと片付かないですね。あのお正月はどういう風に過ごしたんですか？あのお腹痛くなっちゃって私あの大晦日にお買い物行ったんですけど、母とお腹痛くなっちゃって、まさかの出正月でしたの。なんでお腹痛くなっちゃった？分かんないんですけど、突然の痛みで。寒かった。痛くて、寒、冷えだと思うんですけど、まさかの寝正月でした